山名義行は南北朝時代の守護大名。室町幕府、侍所頭人、丹後、出雲、沖守護。三名市議の長男、死の木広光三行の2位。子に、志考。日野屋家への始祖となった。三名市議の長男として生まれ、天寿元年、英和元年に丹後守護となった。翌天授2年、英和2年。 父が死去すると病弱であることを理由に、家督の継承を辞退した。天樹五年、攻略元年、京国高秀が没落すると、出雲、おっきに各国の守護職に任じられ、単語と合わせて三カ国の守護になった。また、同年十一月には、室町幕府、侍どころかしら人として、中央の幕政に関与していたことが確認されている。 他にも12月の細川よりゆき追悼の際には、おじのうじきよ、じぎらとビンゴに出陣した。しかし、これらの活躍は、病弱なよしゆきの体には徐々に負担となり、講和元年、英徳元年には、単語をはじめとする三カ国の守護職を辞めて、放棄に下校した。三カ国は、弟でよしゆきの代官として活動していた光つが、継承した。下校後のよしゆきは、 同国日野軍に所領を持ち、隠居した。一説によればこの時、日野の山深い場所に位置する又野の土井城を館に定めたと言われる。没年、京年ともに不明である。その後、義行の子志功をはじめとする子孫は引き続き、日野軍を治療して、日野館と呼ばれるようになり、三代、三名持公の子である三名、とうとう海守るは、海県軍星将寺を治療するなど、 日野軍以外の西宝器一帯にも所領を有した。戦国時代には生山次郎本拠に活動し、A6 年間に山名藤士行が宮影森によって撃たれた後は、養子の日の影行が家督を継承し、日野星を名乗るようになったという。ありがとうございます。